出ちゃうので自然と。で次に今度は今のは踏み込みました。軸足がこう踏み込む。ダメの場合っていうのは地面を捉えずこのまま体重力だけでこうやってじゃなくて地面を捉えなきゃいけないんで、ここ蹴る場所使う場所一緒でここのラインをしっかり捉えて送り込む。その送り込みがいっぱい使えてきたりすると動作距離ができなくこうやってしまう。それを今回は送り込みだけの意識をですね、でつま先前に出てここで捉えて真横に送り込んだりする。こういかないと、ここの力を地面を捉えて横へステップします。はい、はい、ここでもう後ろ足つけて、はい、踏み込んで一歩踏み込んでくる。はい、地面の力をもらって、今でもまだ、はい、横から見たら膝がこう見てる、うん、そう、ちょイメージつかないときはこっちの足を引き込む、こっちに引き込むイメージ。あ、分かりやすい。そう今のめっちゃいい。そう今これでも地面の反発をもらって帰ってこれてる。はい、これができないと